だけ飛行機さんってすごいなと思うのは、そんだけのことを私もたちも1時間が1時間半ぐらいだったのかな、はい、ったんですけども、まあそんだけの時間じゃないですか、そうは言っても、はい、でもそこまで思わせるその魅力というか、うん、っていうのはすごいなと。なかなか人間1時間半喋っただけだとそこまで思ってもらえるってあんまり難しいじゃないですか、はい、個別にねこう話したなんてありえるかもしれないけども、うん、決して李登輝さんはもちろん個別に一人一人話すわけではもちろんないので、はい、その中でやっぱりそういうふうに本当に周りの私の受講生だけではこれはなくて、はい、いろんな会われた方が皆さんそういうふうにおっしゃるんですよ、うん、やっぱそこってある意味すごい魅力なのかな。まあでも国家元首までされた方がですね、なかなかねそういう外国の若者が行ってお話してくださいませんよね。まあそうですよね、本当そうですよね。例えばじゃあクリントンさんがしてくれるんですかっていうと、はい、ね、なかなかないですもんね。そういう意味だと、でも日本人だからなんですかね。それはあると思いますよ、ね、やはり、うん、だから李登輝さんだとすると日本の先輩方に何かお世話になって、うん、その、ね、お返しを我々にしてくださってるのかもしれない、お送りしてくださってるのかもしれませんね。なるほどね、確かにね、はい、台湾もでもいい国ですよね、そういう意味だとね。台湾も、まあ、だいぶ変わりましたけどね。あ、そうですか。うん、私7年前に初めて行ったんですけど、その時は本当になんかあエキゾティックな国だなというふうにこう台湾って感じだったんですけど、はい、今なんか行くとねやっぱ中国化してるというか、うん、私の印象ですよ、はいはい、だから観光地なんかだと中国人だらけですもん、本土から来た。あ、はい、なるほどね。大陸から、本土じゃない、大陸だ、はいはい、大陸から来た中国人ばっかりなんで、はいはいはい、台湾人いないですしね。うん、で、まあ、そのお土産屋さんとかも我々日本人より中国人の方向いてますから、はいはいはい、あ、確かに何か言ってたな。李登輝さんのその事務所の周りが最近ビルがいっぱい建っていて、はいはい、でそこには空き家なんですって、うん、でもやっぱ中国人が全部買い占めてるって言ってて、やっぱ投資するんですよね、不動産投資、はい、日本もね結構そういうの聞きますけどね。もう日本の土地もだいぶ買われちゃいました ね、うん、本当は法律でさっさと規制しとけばよかったんですけど ね、本当にね、なんで規制できないんでしょう ね、まあ、ちょっと話それるんであれですけど、まあでも本当に、うーん、その私であって私ではない私ですよね。その思いを本当我々持つべきで、私それね、やっぱり生かされてる感謝とかからしか生まれてこないんじゃないかなと思うんですよ。ですね、私落選して一番良かったのは、うん、なんかすごく感謝できるようになったというか、うん、私今会社やってますけど、まあ、CGS もやってますけど、これって応援してもらわないと成り立たないんですよ、うん、市議会議員の時って市からお金もらうじゃないですか、はいはい、まあ、給料みたいな形で、はい、それってなんか自分の労働の対価だみたいな形でやっぱり思ってたんだと思うんですよ、うん、それ今の私に対するなんかこうお金いただける方々って、まあ、神は頑張ってやれよなんですよね、うん、CGS だってそうですよ、見てくださってる皆さんのだってやっぱり神は頑張ってやれよっていうメッセージすごくたくさんいただいて、うん、だから逆に言うとその方々からそっぽ向かれると、うん、僕明日から生活に困っちゃうんですね、はい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 、ってなるとなんか自分の時間だし自分の体だけど、でもこれ今維持できてるのってやっぱ応援してくれる人がいるからできることだと思うと、なんかもちろん自分のこともちょっとは考えますけど、あのやっぱりなんか応援してもらってやってんだから、なんかちゃんと返さないとダメよねと。だからまず私なんだけど、ちょっと私だけのためには使えない私になってる部分が増えたんですよ、落選して。もちろんゼロじゃないですよ、はい、私はゼロじゃないんだけど、その比率が増えたことが落選してすごい良かったなと。なるほどね、思ってる。なんかいい話聞きました。影谷さんの実体験から。そんな政治家がいたと政策学校でぜひぜひ。いや本当に、でもそうですよね、やっぱそういう経験をされる、やっぱそういう経験なかなかできないじゃないですか、逆に言うと。そうですね、なかなかやっぱみんなね、あの結局なんかお金って労働の対価だみたいな形になってるんですけど、ね、そういう教育受けちゃいますしね、大体ね、はい。いやだから私も共同代表になってやっぱそれをちょっと思うことがあって、うん、別に労働の対価をもらう立場じゃないじゃないですか、はい、ある意味、はい、どっか上から対価が出てくるわけじゃなくて、はい、自分である意味別に働いたから対価じゃなくて、はい、やっぱり言われたように応援してもらって、はい、ありがとうの気持ちからの対価なので、そうですよね、やっぱそこってこういう立場になるとちょっと分かるかなって気私もしました、うん、でも神谷さんはもっとすごい多分経験されてると思う。いやだから逆に本当になんか表情も変わったっていうし、言うことも変わった、落選してからね、よく言われるんですけど、最近振り返ってもう2年経ちますから、落選して、はい、だからそういう風な自分、まあ、内面をね客観した時にそういう風に思えるようになったなという自分がいるということで、まあ、ちょっと李登輝さんにこじつけたような話になっちゃいましたけど、すみません私には感動しちゃいましたね、ちょっと。いやだから逆に言うと手前味噌の話ですけど、まあ、リーダーになろうと思うとなんかそういうちょっと逆境を経験して、うん、
あ、みんなのおかげでこういうことできてるんだとか、うん、みんながいるからリーダーさせてもらってるんだみたいな気持ちにならないと、うん、俺がみんなの面倒を見てやってるんだよみたいな感じですると、なんかいるじゃないですか経営者で、従業員は俺のおかげで飯食えてんだからみたいなことを言い出すと、なんかちょっとその段階でリーダーから外れていくのかなと、うん、まあ、そうですね、いますよね、うん、そういう人ね、あんまり言えないですけどいますよね、うん、まあだから短期でバッと成長した人なんかは、でもいずれそういう人って僕ね苦労されると思うんですよ、どっかで人離れていって、うん、あ、そうですね、はい、いやなんかすごい、でも大事な話ですよねこれって、非常にね、いや本当そうだと僕は思ってますし、ね、うん、あの李登輝さんの話、私あのお皿いただいてるんですね、いただいたかもしれませんけど、はいはいはい、ちゃんと中国で台湾で書いてある、漢字で書いてある、あの私の私ない私、はい、そのお皿までも飾ってるんで、なんかとなく最近ちょっとその気持ちが、うん、分かってきたような気もします、ね、うちもやっぱり学校が政治リーダーを配置するっていう形なので、うん、やっぱりそういう意味だと、そういう意味のリーダーシップ論を教えていかなきゃいけないし、はい、私究極はみんながそうなればいいと思うんですよ。そうです、みんながね感謝し合って、はい、そうです、みんなでありがとうの気持ちでやり取りしたら、はい、みんな幸せだし、あのね、意外と今の若い子たち知らないのは、自分はリーダーじゃないからやらなくていいと思ってるんですよ、うん、僕はだからそういう子たちにこの間講義をして教えてあげたのは、家庭を持てば君たちは子供のリーダーになるんですよ、うん、間違いなく上に立つから、うん、と同時に、あなたの人生のリーダー誰なんですかと、うん、誰もあなたの人生のリードしてくれませんよと、うん、あなたがあなたの人生のリーダーなんだから、うん、少なくとも自分に対するリーダーシップっていうのをきちっと自分の中に、自分の弱い私に対してのリーダーシップっていうのを引っ張っていかないと、うん、どんどん怠惰な人間になるよという話をすると、意外とみんなそういう発想がなかったみたいで、うんうん、リーダーシップってなんかこうグループをまとめる立場にならなかったらいらないと思ってる子がいたんですよ。私はなんかそれは違うと思っていて、違いますよね、うん、本当にだからそういう話をね、ぜひ政策学校でしてあげると、あ、そうですね、自分のリーダーは自分ですっていう話、うん、それすごい大きいですね、うん、いや本当そう思います、はい、なんかみんながそういう気持ちでやっていくと世の中はうまく回る気がします。はい、うんうん、まあちょっと李登輝先生からまた私たちの話になってしまいましたが、はい、また、引き続きですね、いろんな講師いらっしゃると思うので、はい、また機会をいただいて、はい、いろいろご紹介いただければと思います、はい、かしこまりました、今日はありがとうございました。ありがとうございました。